皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2017年の5月の5日、今日は子供の日で休日ですね。連休ですね。時間が遅れまして、夜の9時14分ということです。今日は通算で2253回目のワイワイニュースライブの放送になります。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、建前と現実がこれほどまでに乖離している国は日本と米国以外にはないだろうというのが今日のメインテーマですね。そして放送前に、コメントをいただいた砂ずきんさん、農産物の米国からの輸入を倍にしろと求めたそうですと。考えれば独立国として当然のことで、バニー・サンダース、オリバー・ストーンもトランプの政策を支持してますと。まあ彼らの限界でしょうね。バニー・サンダースにしろ、オリバー・ストーンにしろ。ということで、東京の稲子さん、コンティニューコイン2枚ですね。ありがとうございます。お茶ですね。配信ありがとうございます。こんばんはと。からアフターマッチさんがお茶、石森さんがお茶、配信ありがとうございますということですね。白熊スタンプ、ドス01さん、白熊スタンプ、東京の稲子さんがお茶が2杯ですね。うさぎのデコフレームですね。ということで、今日の放送の一番最初、今日の所持雑感、あ、所持雑感、台本のない自由な発想と、自由な感想というものから始めたいということで、砂ずきんさん、今日のメインテーマですね。建前と現実がこれほどまでに乖離している国は日本と米国以外にはないだろうという今日のメインテーマ、配信中ということ。 K さんがコンティニューコインですね。ということで、最初のコラムは今日の所持雑感、台本のない自由な感想ということで、タイトルはですね、完全に現実乖離している小沢一郎氏を一日も早く政界を引退せよという引退の勧告ですね。これなぜかというと、これは日刊現代の5月5日付、今日か、付に彼のインタビュー記事が載ってるんですね。それでタイトルが、小沢一郎氏が強烈危惧、安倍首相は本心と行動が矛盾という記事なんですけど、これの内容を見てですね、要するに彼はこのインタビューの中で、安倍晋三ファシスト一派による希代の悪法、共謀罪法案の強行採決が迫っている危機的な情勢を前にして、一言も共謀罪のことを言ってないんですね。で、逆に私も今は少しスローダウンして民進党の奮起を待ってるところだという、のんきなこと言ってるんですね。で、彼のダメなところがこのインタビューの中で出てるんですけど、要するに国民の意識がおかしいと、国民の意識もおかしいと、個別の基本政策に反対が多いのになぜ支持するのか、ダメなら他にすればいいと、日本人はすぐ諦めてしまう、それで選挙でも投票を棄権してしまうと、ただこうした日本人の根性はすぐには直せないから、やはり政治家が先に行動して国民に訴えなきゃならない。だから私は共産党は別にして、無所属を含めた野党みんながまとまるべきだと言っていると、それ以外に国民が認める受け皿にはならないと。今回のテーマはスローダウンして走り抜くということだそうで、だけど家宝は寝て待てというなどのことわざもあると、目の前の些細な現象にとらわれず、目の前の些細な現象なんですかね、共謀罪の強行採決というのは。全体を今一度見つめ直すというのは必要だと思う。私も今は少しスローダウンして民進党の奮起を待っているところだという。本当ダメだね、この人間は。私は一時期、小沢一郎、日本は小沢一郎、それからフランスはオランド大統領、そしてアメリカはもう引退した、誰だっけ、この3人が希望の星と。ということで、5、6年前ですよね。
熱心にこう支持拡大運動してたんですけど、結局3人ともダメでしたね。ルナレアさん、今日のメインテーマをリツイートしてくれてますね。それから砂月さんがコンティニューコインが2枚ですね。リスさん、コンティニューコインですね。シカゴさん、政権がデマ共闘、ルフなら戦争間近、自民党が共謀罪批判をデマと決めつけ、法律ができたら困るからと、テロリストを扱いする悪質チラシ配布ということですね。これリテラですね。からリスさん、コンティニューコインですね。ということで、小沢一郎さん、もういいよと。もう75ぐらいなんじゃないですかね。もう沖縄に買った別荘、引退用に買った辺野古に買った別荘にもう引退しなさいよというふうに勧告したですね。完全に現実乖離してですね。共謀罪法案が安倍、自公ファシスト政権による強行採決が迫っている危機的な状況を前にして、今私はスローダウンしてますと。民進党が奮起するのを待ってるところですという、全く感じ、現実とは乖離してる。結局彼は国会議員としての利権特権を十分享受してきたということなんで、もういいでしょうと。もう二大政党なんていうのは今更。結局1955年の自民党と、自由党と民主党の保守合同、それから社会党と、それから民社党の野党合同で、1955年にはもうアメリカ主導で日本で二大政党制ができてるんですよ。それを今更二大政党制を日本でも導入するんだと。そのためには小選挙区制が必要なんだということで、1984年に8ヶ月しか続かなかった小沢一郎が自主的に支配してた、支配管理してた日本新党の非自民、非共産党政権ですね。連立ハットが連立ハットの屋号政権ですね。で、これを仕切ってたのが小沢一郎で、彼が8ヶ月の短命内閣の中で、犯罪的なことをやってるんですね。それは今でも安倍晋三ファシストの独裁政治を許した、小選挙区、比例代表制、そして、政党助成金、政党助成金ですね。年間250億円の税金を政党と会派に、ただであげるということですよね。それと、本来その政党助成金を導入するに際しては、組合とか、あるいは関連のいわゆる企業団体からの献金は禁止するということを前提にしたことなんですけど、それも禁止してないということで、両取りになってるんですね。で、それが結局は安倍の独裁政治を可能にしたということで、まあ彼がその意図があったのかどうか分かんないですけど、結局は自民党、安倍政権の独裁政治を可能にしたのは彼が主導して作った小選挙区、比例代表制、民意を全く反映しない制度、そして政党助成金、ここでシカゴさんがですね、まとめてくれてますね。民意が反映されない独裁の根源と、細川、小沢政権五大罪と、小選挙区制で民意が反映されないと、比例代表制でゾンビ議員が復活すると、製造すると、政党助成金でモラルハザード、企業献金で、
献金20ドルと公認権で、独裁助長と、そういうことなんですね。砂月さん、何をのんきなことを、主権と基本的人権が盗められようとしてるのにと、代表は太郎に譲って回顧録でも書いておいてくださいと。そうですよ、彼が知ってる、いろんな彼は秘密情報知ってますんで、回顧録でもあるいは暴露本でもですね、執筆して最後のご報告として、全部暴露しなさいよという彼の唯一、残して、やるべきことはそれでしょうね。シカゴさん、放送中今日のメインテーマについてくれましたね。そうですね、砂月さん、東京の稲子さん、小沢一郎よ、もう高見の見物スタイル、本来なら安倍政権打倒の先頭に立つべきなのに、そういうことですよ。もう差し違えて安倍と、まさに差し違えて自分が死ぬというぐらいのことをしろよということですよね。ルナレアさん、今日のメインテーマリツイートですね、ということです。それから次のコラム、今日の最新のお知らせですね。明日土曜日は定休日ですんで放送はお休みと。それから日曜日ですね、5月の7日久しぶりに日曜日放送しますんで、午後2時よりワイワイニュース週刊レポートを放送しますと。1週間のメインテーマを言うなら小沢リークスね。なるほどね、彼やんないでしょうね。やってたら今までやってるはずですよ。引退したから小沢リークスで、なんか彼が知っている秘密情報をリークしますってことはまずやんないでしょうね。やるべきなんですけどやんないでしょうね。それと午後8時から久しぶりに英日語放送をお送りしますと。日曜日ですね。そして月曜日ですけど、ちょっと所要がありますんで1日、不在にするということで、月曜日の放送はお休みさせていただきますということです。そして新しいコラムですね、今日の配信妨害というコラムを新たに、作りました。これは何かというと、火曜日ですね、今週の火曜、火、水、木、昨日まで、ワイワイニュースライブの視聴者数が固定になってて、火曜日が181、水曜日が108、木曜日が178と、全然特に、録画の視聴者数が全然反映されないと、固定しているということで、これはもう完全に妨害ですよ。ツイキャス事務局による妨害ですよ、あからさまな。ということで、今日の配信妨害というコラムを新しく作りました。小沢一郎氏よと、今日の所持所持雑感、これはマイナス28だ。引退する前に、独裁を許した安倍晋三を始末しろと、始末してから引退しろということでしょうね。私も今は少しスローダウンして民進党の奮起を待っているところはないだろうと。そうですよね。安倍晋三ファシスト一派による機大の悪法、共謀罪法案の強行採決が迫っている危機的な情勢を前にして、
私も今は少しスローダウンして民進党の奮起を待っているところはないだろうと、完全にもう閉じ狂ってるよね、彼もね。要するに自分が国会議員であるという利権特権に、ずっぽり、はまっちゃって、それの基本的な立場を譲らないと。ですからいつも国民はバカだと、国民がダメだから安倍を許してんだというふうに言ってるんですけど、お前が安倍の独裁をの露払いをしたんだろうという反省は一切しないですね、彼はね。彼は反省しない人でしょうね。それから妨害ですね。で、あ、そうか、日刊現代のこの URL を貼り付けておきますんで、時間があったら読んでください。これですね、日刊現代。安倍がどうのこうのって言ってる時じゃないでしょうと。から来週月曜日はお休みさせていただくということで。月曜日ですね。民進党は待ちぼうけのうさぎ、モナオも長島も敵の土壌。モナオって誰なんですかね。これですね。今週火曜日からワイワイニュースライブの視聴者総数が固定したまま動かず、録画視聴者数が反映されなくなったと。これはワイワイニュースライブの視聴者が増加していることに対する、あ、細野か、細野豪志、モナオっていうんですか、対するツイキャス事務局による妨害でしょうと。で、視聴者数ですね。なんでモナオって言うんですか。あ、マイナス。あ、山本モナと路上で注意したからと。あ、だからモナオって言うんですか。もう過去の遺物だよね、細野豪志なんていうのは。なんか変な会見ソアみたいのを出したらしいですけど。で、火水木と181、108、178と数字が固定しちゃってるということですね。で、それ以前のやつ、これ全部入るかな。ああ、マイナス24。5月1日月曜日594と、4月28日金曜日778と。4月27日木曜日680と、4月25日火曜日687と。そして23日日曜日807と。
から4月の21日金曜日、これ4286、これもすごいですよね。4月の20日2328と、だこれはもう完全に妨害ですよ、ということですね。そして今日の画像ですね、今日のメインテーマと関連してるんですけど、これハンギョレ新聞の記事に載ってたんですね、日本の海上自衛隊の軍事力は米国に次いで世界2位か3位かという、とてつもない海軍力を持っちゃってるんですね、これね。でこれがこの前米韓の護衛に出動したまさに空母ですよ、空母出雲、これが潜水艦で、これがイージス艦で、人員が日本の海上自衛隊、人員が45,500、船舶が47艘、計空母級の護衛艦2艘、潜水艦18艘、対哨戒機166機ということで、海軍力は米国に次いで世界2位3位になると。で自衛隊自体が全体では世界有数の軍事力を持っているというところまで来ちゃったんですね。ですから今日のメインテーマですけど、建前と現実がこれほどまでに乖離している国は日本と米国以外にはないだろうということなんですね。今日の画像、いつの間にか自衛隊、特に海軍、海上自衛隊は世界2位3位の軍事力を持っている巨大な軍事国家になっちゃってるということですね。それから2つ目が5月9日投票の韓国大統領選候補者の世論調査、今のところですね、これは調査機関リサーチプラスというのはハンギョレ新聞がリサーチプラスに世論調査を依頼したんですね。だから東京新聞なんかも独立系の中立的な調査会社に依頼して安倍内閣支持率の調査を独自にやればいいんじゃないですか。なんでやらないんですかね、金がないんですかね。だってハンギョレ新聞というのは25万部ですよ、発行部数。東京新聞は100万部以上でしょ。財政的にできないってことないですよね。でいつも共同通信の世論調査、でっち上げ世論調査をそのまま垂れ流してるってのは一体何なんですかね、東京新聞で。これによると憲法、あこれじゃないや、失礼しました、別のやつ、あれ、あこれはちょっとあれですね、プリントアウトするの忘れてましたね、ちょっとすいません。今結構いろんなことやってるんで忘れるんですね。出てない。ちょっとこれはあれですね、今すいません、画像取り込みしてなかったですね、ということはこれは飛ばします、すいません。まあでも文さんが票を伸ばしてる、アン・チョイスさんかなり一時期は急激に支持を伸ばしてきたんですけど、いわゆる保守派のアン・チョイスを文が左翼ですね、彼を絶対
大統領にさせたくないという保守派ですよね、が一時期、アン・チョイスの方に、雪崩を打って、支持を表明したんですけど、最後の段階になって、保守の本流としての功というのが出てきたんで、彼の方にドドーンと行っちゃったということで、急速に、支持率をの減らしているというのがハンギョレ新聞の記事ですね。これはハンギョレ新聞、そうですね、これ、今中国の軍事力と同じだけの軍備にしようとすることがそもそも間違いと、ブータンとかマダガスカルとかの軍事力は日本の数十分の1だが侵略はされてないという、そういうことです。全て安倍ですよ。その韓国の保守票高校兵と移動を目立つというハンギョレ新聞ですね。これを今ということですね。ということで、今日のメインテーマですね、建前と現実がこれほどまでに乖離している国は日本と米国以外ないだろうということで、専守防衛を建前とする日本はいつの間にか世界有数の軍事国家になったと、民主主義を建前とする日本はいつの間にか安倍晋三ファシスト勢力によるファシスト国家になったと、主権在民を建前とする日本はいつの間にか自公ファシスト政権による独裁国家になっちゃったと、反戦平和を建前とする日本はいつの間にかいつでも侵略戦争ができる戦争国家になったと、個人の自由と基本的人権の尊重を建前とする日本はいつの間にか国民統制と国民弾圧の警察国家になったと、象徴天皇制を建前とする日本はいつの間にか戦前並みの天皇制軍事独裁国家になっちゃったと、なぜそうなったのかと、それは建前を規定した国の最高法規である憲法を守る独立した憲法裁判所が日本に存在しないからだと、独立した憲法裁判所の役割は建前を規定した最高法規の憲法と支配権力が憲法違反、憲法無視、憲法破壊によって作り上げる現実との乖離を常に監視して是正してなくすことだと、独立した憲法裁判所があるドイツやフランスやイタリア、スペインや韓国などで建前と現実の乖離がそれほど大きくないのは独立した憲法裁判所がその役割を果たしているからなんだと、日本にも米国にも建前としての憲法の番人である最高裁判所は存在するが、どちらも長官と判事の任命権は政府が握っており、現実は憲法の番人ではなく政権の番犬でしかないんだと、なぜそうなったのかと、それは歴代自民党政権が日本に憲法裁判所がなく憲法無視、憲法違反、憲法破壊しても偽装憲法の番人イコール最高裁が全て容認してきたからだと、歴代自民党政権が建前を破壊して現実を既成事実化してきたからなんだと、これほどまでに建前と現実が乖離した日本と米国を救うのは両国の利権特権を拒否した覚醒した賢明な戦う普通の市民革命派の登場だろうと、市民革命派の戦いだろうというのが今日のメインテーマですね。シカゴさん、自衛隊の米韓防護や共同訓練は明らかな憲法違反と、北朝鮮危機に乗じて安倍政権が進める憲法破壊、リテラですね。そうですね、というのが今日のメインテーマですね。だからこれほど建前を規定した憲法とから現実の乖離ですね。で、先ほど言いましたようにいつの間にか日本の海上自衛隊が世界第2位第3位の軍事力を持つ巨大な軍事国家になってたということなんですね。でも建前はですね、特に憲法9条は軍備を持っちゃいけないと、構成権を否定すると、軍備の否定なんですよ。
軍隊の否定なんですよ。それが世界有数の軍事力を持つ軍隊を持ってるという現実、この乖離は一体何なんでしょうということですよね。鳩吹山の山ちゃんさん、拍手ですね。今日のメインテーマ、中さんお茶ですね。砂月さん、天皇さえも軽視して皇室典範の抜本的改正せず一時的措置だけと、天皇制を隠れ蓑にして権利を握るとつらべせ、そういうことですよ。建前と堅実がこれほどまでに乖離している国は日本と米国以外にないだろうと。専守防衛を建前とする日本はいつの間にか世界有数の軍事国家になったと。から民主主義を建前とする日本はいつの間にか安倍晋三ファシスト勢力によるファシスト国家になったと。主権在民を建前とする日本はいつの間にか自公ファシスト政権による独裁国家になったと。歯止めが効かないと。から反戦平和を建前とする日本はいつの間にかいつでも侵略戦争ができる戦争国家になったと。個人と自由と基本的人権の尊重を建前とする日本はいつの間にか国民統制と国民弾圧の警察国家になったと。象徴天皇制を建前とする日本はいつの間にか戦前並みの天皇制軍事独裁国家になったと。シカゴさん、保守法を公公平の挑み、あ、これは半ギョロですね。はい。なぜそうなったのかと。それは憲法裁判所がないからだと。日本にもアメリカにも憲法を守る独立した機関がないと。それは大きいですよ。それは建前を規定した国の最高法規である憲法を守る独立した憲法裁判所が日本に存在しないと、アメリカにも存在しないということですね。で、独立した憲法裁判所っていうのは憲法を守ると、そして時の政権による憲法無視、憲法違反、憲法破壊を是正すると。独立した憲法裁判所の役割は建前を規定した最高法規のその国の最高法規の憲法と支配権力が憲法違反、憲法無視、憲法破壊によって作り上げる現実との乖離を常に監視して是正してなくすことであると。この機関がないから決定的に無法国家なんですね。独立した憲法裁判所があるドイツ、フランス、イタリア、スペイン、韓国などで建前と現実の乖離がそれほど大きくないのは独立した憲法裁判所がその役割を果たしているからと。乖離を少なくする、是正させると。憲法違反、憲法破壊、憲法無視を是正する役割を担っているところがないっていうのは致命的なんですね。で、日本と米国にも偽装憲法の番に最高裁判所があるんですね。でも彼らの人事、
任命権、長官と判事の任命権は政府が握っていると。現実は憲法の番人ではなくて政権の番犬でしかないということですね。砂月さん、貧しい学生を助ける日本育英会を建前とする日本はいつの間にか。そうだね、これいいですね。奨学金という転職の自由、辞める自由もない借金地獄になっていると。金融奴隷になっちゃってるんですね。だから建前と現実の乖離ってすごいですよね。なぜそうなったのと。それは歴代自民党政権が日本に憲法裁判所がなく、偽装、憲法破壊、憲法違反、憲法無視をしても是正されないと、批判されないと、罰せられないということですよ。憲法で守られていないのは恐ろしいことです。そういうことですよ、皆さん。だ、無法、恐ろしい国に住んでるんですよ、僕らは。僕らとアメリカ人っていうのは。最高法規の憲法が完全に無視され、最低法規でしかないと。ですから憲法が守られないってことは、他の全ての個別法律も守られないってことなんですね。恐ろしいことなんですね。あまり考えない人が多いですかという。そのように誘導されてるってことでしょ。なぜそうなったのか。それは歴代自民党政権が日本に憲法裁判所がなく、憲法無視、憲法違反、憲法破壊しても偽装、憲法の番人、最高裁が全て容認してきたからなんです。そういうことなんですよ。事務総局の実態や裁判制度の汚職を関博氏が外国人特派協会で講演したと。日本の三権分立はやらせだったと。三権分立なんかないんですよ。内閣独裁ですよ。元最高裁、事務総局裁判官が暴露と。アシュラですね。で、歴代自民党政権が、だから自民党っていうのは憲法改正を党是としてるんですよね。最初から55年にできてる時から、岸信介ですよ。で、結局これほどまでに建前と現実が乖離した日本とアメリカを救うのは両国の普通の市民、利権特権を拒否し覚醒した大手マスコミ、学者、政府、官僚に騙されない賢明な戦う普通の市民だと。いわゆる革命派市民だろうということなんですね。砂月さん、国民皆保険を建前とする日本は混合診療というアメリカ並みの吸血アヒルの支配する民間会社の草刈り場になりつつあると。まさにそうですね。アヒルですね。ということです。そして、関連記事として、さっきの日本海上自衛隊世界2位3位の戦力保有、戦力強化は平和憲法のおかげというハンギョレ新聞、この新聞の記事を読んでですね、建前と現実がいかに乖離しているかという典型ですよね。こんなことを許してきたのは何かというと最高裁ですよ。本来憲法81条で立法審査権を唯一与えられている終審裁判所であると。こういう憲法の番人の職務を一切放棄して黙認すると、容認すると、そして加担するというとんでもないのが日本とアメリカの最高裁ですよ。ということです。今日のトピックス、フランス大統領マクロン氏が優勢、新 EU の前経済相、7日決選投票ですね。明日、あさってですよね。共同東京新聞ということで、支持率 61%、マクロン、ルペンが39%と。だから私言っている圧勝するだろうと言ってましたけど、まあそうですよね。
ドロさん、そうですね。深水さん、亡くなりました。63歳ですから、何なんですかね、殺されたんですかね。あるいは、もともと健康状態があまり良くなかったんですかね。イナ、立憲国家、日本、憲法裁判所がある韓国は、大統領罷免、ない日本は安倍首相仲間の森友家系統に利益供与、国家の私物化、独裁、憲法裁判所のない日本と、ハンギョレ新聞の記事ですね。それと、トランプがまた大統領で、もう大統領に署名して乱発してるわけですよね。教会の政治活動緩和、トランプ氏が大統領命令ということで、これはまあ彼の支持母体であるキリスト教原理主義、福音派等の政治活動を制限を緩めるというとんでもないやつですね。ですからこれもあれでしょ、裁判に訴えられて負けるでしょ。だからあいつはいわゆるアメリカの合衆国憲法なんかどうでもいいんですよね。だから安倍と同じなんですよね。憲法なんかどうでもいいと。安倍は憲法を戦前の第二の帝国憲法に変えたいというふうな明確な意図があるんですけど、トランプは全然無視するわけですね。自分のやりたいことをやるんだと。大統領令を乱発して、それに、裁判所が違憲判決出すと裁判所が悪いと、最高裁まで争うというとんでもない人間が大統領になったんですよね。からニューヨークでトランプ氏に抗議の出迎えと、大統領就任初めてってことで、この前、オーストラリアの首相をワシントンの大統領ホワイトハウスで会談するんじゃなくて、わざわざトランプタワーで会談したためにニューヨークに就任後初めて来て、でそれを数百人のデモ隊が抗議活動したということですね。だニューヨークのマンハッタンで4日、トランプ大統領に抗議するデモがあったと。トランプ氏はこの日、オーストラリアのターンブル首相と首脳会談を行うため、1月の大統領就任後初めて自宅があるニューヨークへ戻ったが、デモ隊のトランプを締め出すの掛け声に出迎えられたと。首脳会談の会場近くでは、トランプ氏の到着の数時間前から数百人がプラカードを掲げたり、鍋を叩いたりして抗議。ライターのローラン・スタークさん31は、大統領は憎しみの感情を煽り、国を分断させている米国人であることをこれほど恥ずかしく感じたことないと。まさに安倍晋三と全く同じですね。憎しみの感情を煽ると、国を分断する。日本人であることをこれほど恥ずかしく感じたことはないと。トランプの大統領、安倍は閣議決定、そういうことですね。諮問会議、閣議決定。ではファシストってそういうもんですよ。憲法裁判所の他に日本にないもの、区民を守る労働組合、大衆を裏切らない野党、真実を伝えるマスコミ、真面目で几帳面な戦艦と、内々尽くしですね、日本はね。K さん、関西の友人の話ですと、がん治療を真面目に受けすぎたのではと。ああ、そうなんだ。がん治療を真面目に受けると死ぬよと、殺されるということでしょうかね。から今日の重要情報ですね。対北朝鮮軍事行動に固執する安倍の狂気、もはや狂気、安倍首相が北朝鮮の軍事行動を示唆、トランプですら対話に舵を切る中、ただ一人北朝鮮危機を煽り続けたというリテラですね。これ編集部、リテラは編集部が調査報道能力があるんで、記事を書くんですね。だから週刊金曜日なんかは、鳴沢さんというね、今引退して、常勤ではないですけど、精力的に記事を書いてますけど、彼と2、3人以外は、
編集部で、記事を書ける人がいないんですね。だからダメなんですよ。だから外部のいわゆるオピニオンリーダーみたいな、佐藤勝という、情報工作員、イスラエルの彼なんかを重用するわけですよね。で、前の号でなんか彼が煽ってるという批判に対して4ページも割いて、佐藤勝の弁解を記事にしてるという、何なんだと思うね。トランプ大統領、あれ、これは、これは違うか。これはあれだ。今日の注目情報の方言っちゃいましたね。トランプ大統領の義理の息子が設立した会社にソロスやゴルドマン・サックスが多額の融資という、サプライチェーンの差ですね。なんでこれがしたったのかな。ちょっと待ってください。あ、そうだ、間違ったんだ、私が。これがもはや狂気ですよ。ああ、マイナス26。これがリテラですね。その URL。これですね。もう狂気ですね。で、なんか5月1日に、トランプと電話会談した内容は彼は秘密だと言って、発表しないんですけど、おそらくトランプ政権は北朝鮮、との6カ国協議を再開するという通知を受けたんだろうと。で、安倍だけ反対してるんですね。だから彼は不愉快だから公表しないということでしょう。シカゴさんもリテラの記事アップしてくれましたね。周さん、フランス大統領選、実は極右対規制政党ではないかという、要するにそうですよ。だからオランドができなかった、サルコジができなかったことを、マクロンは正々堂々とやると。ロシアと国際金融マフィアの戦略に従って、いわゆる新自由経済政策、EU の中央集権化、NATO の軍事力増大等々を正々堂々とやるということでしょう。周さん、スナズキンさん、南スーダン政府軍と反政府軍、国連派遣軍が競争で略奪合戦、レイプ合戦、国民はたまったもんじゃない。すごいですよね。この中でマクロンはロシアへの銀行と書いてありました。そうですよ、周さん。だ、彼はロシアへの投資銀行のに入行して、だ、最初は超エリートですから中流家庭に育ったんですけど、超エリートで2つのいわゆる大学、いわゆる普通の学部の上にある、なんだ、エナど、国立行政院という大学院大学みたいな、2つ卒業したんですね。そして財務省の会計検査官として働いて、そしてその後ロシアへの投資銀行に入行して、4年ぐらいいて、最後は副社長になってですね。そして年収2万、どれぐらい、200万ユーロ、2億6000万円。それでなぜか2012年にオランド大統領が大統領になったら、大統領府の副事務総長に抜擢されたと。それから2年後に彼は経済、産業、デジタル化、
担当大臣に抜擢されて、そしてマクロン法といういわゆる新自由主義規制緩和、日曜祭日の営業の開放とか等々をいわゆる議会の賛成多数を経ないでも、なんか憲法、フランス憲法の49条で例外規定があって、それを利用して当時のバルス政府政権が強硬に成立させて強硬に実施したということですね。家計銀行家、そうでした、銀行マンですよ。だから見え見えなんですよね、これね。ということで今日の放送は終わりですね。あと今日の注目情報、トランプ大統領の義理の息子が設立した会社にソロスやゴルドマン・サックスが多額の融資と、桜井ジャーナルさんですね。彼らは可能性あるところには必ず金を突っ込むということで、これですね。ということで、時間が51分39秒、閲覧68名様、計177名様、コメントが108件ですね。まあ実際は60件ぐらいだと思いますけどね。K さん、マクロンですか。ロスチャイルド投資銀行の副社長の次期フランス大統領に選ばれる可能性が高いマクロンは巨大銀行と結びついたワンド現大統領の側近と、桜井ジャーナルさんですね。トランプ大統領の議員の、あ、これは僕のあれか、周さん、そういうことですね。ということで今日の放送はこれで終わりです。自分入れて68ですか、周さん、そうですよね。ということで私は111になってますね。ということで、おそらく今日の放送の録画はカウントされないという妨害が続くと思いますね。トランプ娘子クシュナ、最初からソロスの手駒語で取り込む、そういうことですよ。だから彼らは必ず可能性あるところには手を打ってんですね。だからソロスっていうのはヒラリー・クリントン氏ですからね。だから反トランプだったんですけど、その前にトランプ陣営に対して、投資ファンドに娘婿のクシュナーが弟と設立した投資組合に2億何千万ドル投資しているということなんですね。だ必ず可能性のところには手を打っているというのがロシアと国際金融マフィアのノウハウでしょうね。ということで今日の放送はこれで終わりです。53分26秒閲覧64名様、計182名様、私の画面のコメント数113と、たくさんのコメントと、それからコンティニューコインとお茶と、からデコフレームですね、ありがとうございました。砂ズキンさん、お疲れ様でした。シュウさん、ありがとうございました。砂ズキンさん、コメントを入れて71ですね。115、ルナレアさん、お疲れ様でした。配信ありがとうございました。K さん、お疲れ様でした。ということで、今、夜の10時8分ですね。ということで、今日の放送は終わりです。明日はお休みということで、日曜日ですね。久しぶりに午後2時からの週刊レポートと、夜8時からの、英日語放送ですか。そして月曜日は収容によってお休みさせているということです。ミーニャさん、お疲れ様でした。ルナレアさん、配信ありがとうございました。ということで、終わりです。お疲れ様でした。